士の資格を取得しました。受験日までに、これを勉強します。費用なんですけど6倍超えるぐらいかな。基本的に問題は3択で、簡単とか言われてて予想以上にちょっと私は難しいなって思ったのが正直な感想です。階級じゃなくて、なんて言うんですか、の地震が起きるところ、あーこれは防災士やばいな、なんだっけ。皆さんこんにちは、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりです。さあ今日はなんと私防災士の資格を取得しましたということで、今回は石川県で、まあ、防災士の試験を受けたんですけれども、どんな手順でどうやって防災士の資格を取ったのか皆さんにお伝えしていきたいと思います。これから防災士の資格を取りたいと思っている方、ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。今日はね、なんかいつもとちょっと違う場所から、ちょっとピアノの部屋からお届けしてるんですけど、なんかちょっと雰囲気変えてみようかなと思ってこの部屋から撮ってます動画を。まずどんな人が受けるかっていうと、まあ、主に自治体の企業の防災担当の方とか、あと町内の自治体の自治会長かな、町内の自治会長さんとかが受けるみたいで、私は今回気象予報士の勉強してる中でおすすめされたので、防災にも興味があって、最近気象災害も増えてるので受験を考えました。でどうやって取るかっていうと、まず石川県の、まあ、各地域とか住んでるところによって違うんですけど、石川県は金沢市、私は市町から推薦がないとまず受験ができなくて、でその推薦してもらいました。金沢市に電話をかけて、でどうしたらいいですかって言ったら、教えてくださって、そこから自分の一番お家から近い、なんていうんだっけ、公民館で手続きをしました。お姉さんが全部すべて優しく教えてくださって手続きができて、でサイン書いたぐらいかな、と半個ぐらいで、で数ヶ月後に教材がたくさん届きました。ドーンと、それがこちら、防災士教本と、あと封筒に入っていっぱいなんかいろいろ届いたんですけど、まあ、あと防災士の試験対策ブックと、あとなんかね、いろいろ本当届いたんですけど、そこにはなんかその当日までの流れとか、当日必要なものとか、これからの手順が全て書かれてて、本当に分かりやすく書いてありました。これ教材が届いて、じゃあ受験日までに、これを勉強します。でレポートを出さなきゃいけなくて、この教本を見ながらレポート、穴埋め式のレポート、まあ、この教材見たら全部分かることなんですけど、それを私は書いていって、であとは救命講習っていうのを受けなくて、 AED とか、あの胸骨圧迫っていう、そのもしもう一人が倒れた時とか AED の使い方とかを教わる講習を、ネットで2時間と対面で 2,3 時間ぐらい受けて、実際にこうやって救命講習をやるものをしました。で講習を2日間受けます。この講習を受けないと絶対に試験に合格できません。最初1日目が8時45分から17時20分で、2日目が8時55分から18時30分、私の場合ね。で2日目の最後の1時間でテストがあります。でそれに合格したら防災士の資格がいただけるという感じになっております。で講習なんですけど、行ったら100から150人ぐらいがたくさんいて、ブワーっと、机がたくさん用意されてて、会場にで感染対策もされて、で座って前のプロジェクションマッピングを見ながら、まあ、1時間ごとぐらいに講師の方が変わって、いろんなことを学びました。なんか地震の危険性とか、まあ、動画とかもあるし、石川県のその特有の教材では学べなかった地域のことが多かった気がします。例えば自分の住んでるところのハザードマップを見たり、どういうふうに石川県は対応してるかとか、なんかその例えば犀川が氾濫したらこういうふうになるよとか、そういうのを学びました。大学でそういう防災系のことを教えてる先生が来て、教本よりより詳しく教えてくださいました。いやーちょっと眠いくなりそうだったけど、久しぶりにそういう授業を受けて楽しかったです。でお昼休憩も1時間あります。お昼休憩の間も動画をその流してくださってて、消防とかあと地震とかそういう試験に役立つ動画を流してくださってました。ほとんど休憩時間10分15分とか毎回あったんですけど、まあ2日目がテストってことで、1日目2日目どちらも基本的に休憩時間皆さん勉強されてたり、まあ、ご飯を食べてる方がいたりっていう感じでした。はい、私は携帯をちょくちょく授業中というか講習中受けながらできるくらいでした。
結構人も多くて会場も大きいので、はい、そんな感じでした。そのこの講習2日間いろんなところで10回ぐらい行われてて、住んでる地域によって、まあ、場所と日にちが違うので、それぞれ皆さん会場は確認してください。次、費用なんですけど、気になる費用ね、なんか登録手数料とか、まあいろいろあって、私ねちょっと正直あんまりはっきり分かっていないんですけど、調べたところによると約6万円かかります。はい、6万円超えるぐらいかな。で、講座の授業料が一番高くて、まあ5万円くらいかかるんですけど、それがなんと住んでる地域によっては補助が出ます。で、今やっぱりその防災士も女性を増やそうっていう形になってて、特に私の地域はすごく負担してくださる、応援してくださるところだったので、なんと0円で全て受講料とか教材の代金とかは免除してくださいました。これは本当に飯川県金沢市に住んでてよかったなと思います。地域の皆さんありがとうございます。無事に取れました。で、全力でサポートしてくださいました。皆さんの地域はどんな感じかわからないので、ぜひ SNS とか、いや、ネットで調べて、で電話とかで確認してください。勉強法なんですけど、と教材届いたのが1ヶ月ぐらい前だったので、え、やばくないっていう感じで、気象予報士の勉強を1回、やめてそっちだけに切り替えました。で、約1日2時間勉強しました。できる日は3時間やって、で難しい日はまあ1日30分とかになっちゃったんですけど、お仕事の都合で。で、とにかくこの防災士教法が約400ページぐらい、370ページぐらいあります。これがめちゃめちゃ分厚いです。これで、しかもぎっしりです。で、これをとにかく覚えなきゃいけないと思って、私はその毎日1日2時間これを読み進めて、大事なところに今黄色の線を引いたりしました。で、それと並行してレポートも出さなきゃいけないので、レポート書いて、で、これを一通り だいたい読み終わったところで、この試験対策ブックをやりました。これにでも3週間ぐらいかかったかも。これ2、3週間かかって、最後の1週間ぐらいで、この試験対策ブックっていうのをやりました。基本的な解説と重要なポイントと、あと、問題書いてあって、最後に模擬問題的な、模擬問題っていうんですか？模擬試験が載っております。で、それを3週しました、私は。不安だったので、ちょっとこれは落ちることできないと思って、3週して試験に臨みました。だいたい1ヶ月で毎日2時間勉強したらそれぐらいかなと思います。基本的に問題は3択で選びます。番号で記述式はなくて、それで30問のうち8割以上正解で合格なので、まあ、24問以上正解したら合格っていうことになります。なんかびっくりしたのが、その地震の、じゃあこういう風になるとか、いろんな地震の、まあ、種類とか、そういう災害について細かく、地震っていう項目じゃなくて、地震の中でもこういうプレートの境界があって、こういう地震の直下型地震ととか、そういう勉強をするんですけど、何年にどんな災害が起きてどんなことが起きたかとか、なんか液状化っていうのがよく地震とか起こるとあるんですけど、この地震の時は液状化したかとかしなかったかとか、なんかどういう災害が起きたかとか、あと法律、何年にどういう法律ができたとか、この防災の法律はどういうものかっていうのとかが多くって、基本的に覚えるものが多いので計算は一切なかった。私計算苦手だから嬉しかったんですけど、そんな感じで法律とかもちょっとずつ勉強して、あとは多分例年と違うところだったら、多分新型コロナウイルスの対策とかも書いてあって、避難所でのそういうのも新しく組み込まれてました。問題なんですけど、ちょっと例えばでいきますね。どんな問題なんて思うと思うので、ちょっと私が勉強した中でちょっとなんか、まあ、簡単なものだったらこんなものがあります。皆さん一緒にやってみてください。震度に関する次の記述のうち正しいものはどれか。1、震度ですよ。皆さんよく聞きますよね。1、地震が発生した時に発表される各地の震度の測り方は、全国の気象台や測候所、各地の自治体にいる担当者が自身の体感、周囲の観察から基準に従って数値化している。2、震度は正確には震度階級といい、0から9までの10段階になる。3、1948年の福井地震までは震度6までしか存在しなかったが、この地震で茅の全壊率が 100% 近くに達する地域があったため、翌1949年に震度7という震度
回が初めて設定された。さあどれでしょう。正解はドゥー3番です。3番の、途中までね、福井地震1948年までは震度6までしかなかったけど、その後に、まあ、震度7っていうのができたっていう。そうなんですよ、震度6までしかなかったんですね。私知らなかったんですよ。私受験するにあたって過去問とかを探したんですよ。だけど一切ネットに出てこなくて、終わった後もその問題を持ち帰ることができなくて、なので実際に過去問とかどういう問題が出たっていうのはネットでは一切なく、だからちょっとドキドキで、もう本当にこの試験対策ブックに頼ってこれだけをやっていきました。でも送られてきた教材を完璧に見て覚えておけば、落ちることはあんまりないかなってみんな言いました。でも本当なんか簡単とか言われてて、予想以上にちょっと私は難しいなって思ったのが正直な感想です。で、2週間後に合格通知が紙で届きました。やったー。で、その4ヶ月後ぐらいにこうやって認証状が届きました。じゃん。日本防災士機構から認証状と、まあ、あといろいろもろもろなんかボランティア団体に入る手続きとかができる資料も一緒に送られてきました。あと他にも防災士証っていうのがいただけて、あれ？あれ？あ、これですね、防災士証をいただきました。じゃーん。後ろはですね、ちょっと登録ナンバー書いてある。じゃん、宣材写真にしてもらいました。ということで皆さんのおかげで無事に防災士の資格をゲットすることができました。まあ、北陸アイドル部アイドル活動をしてるんですけれど、そのアイドル活動と一緒に、まあ、石川県金沢市地域密着のアイドルなので、地域を守る活動もそして備える活動も皆さんに一緒に SNS で発信していけたらなと思います。石川県は災害がどちらかというと少ない町と言われてるんですけれど、災害何もなかったらもうそれは本当にありがたいことなんですけど、起きてからじゃ本当に遅いので、まあ、防災グッズだったり備えたり、あと自分がどこに避難するか、把握しておいたり、家族でお話し合いをしてみたり、備えあれば憂いなしということなので、皆さんぜひこの機会に防災、自分の防災地域のマップを調べてみたり、市がね結構ね SNS とかでも出してますので、ぜひそちらの方を調べてみてください。石川県にも階級じゃなくて地震が起きるところ、ああこれは防災士やばいな、なんだっけ、あの森本断層ありますので、そこからもしかしたら地震が起きるかもしれないと言われています。なのでぜひ皆さん備えてください。ということで、私も防災士の資格取ってみたいと思った方はグッドボタン、合格おめでとう、すごいと思った方はチャンネル登録よろしくお願いします。以上、北陸アイドル部のキャプテン松井ゆかりでした。防災士、全国の防災士の皆さん、もし見てくださったらぜひ北陸アイドル部の SNS チェックしたり、ライブに遊びに来てください。バイバーイ。